皆さん、こんにちは。数々のドラマや映画に出演し、人気急上昇中の俳優の高杉真宙さん。朝ドラ舞い上がれへの出演でも話題な高杉真宙さんは、彼女ではないかと言われている女性が8人いるんだとか。今回は高杉真宙さんの歴代彼女まとめとして、2023年現在の彼女がいるかどうかも調査しました。また高杉真宙さんはドラマの交番騒動も話題になりました。そちらも詳しくご紹介いたします。高杉真宙さんの初恋、彼女一人目は近所のお姉さんです。高杉真宙さんの初恋は幼稚園の時で、近所の中学1年生のお姉さんだったそうです。よく遊んでもらっているうちに小さな恋が芽生えたのかもしれませんね。高杉真宙さんの歴代彼女2人目は女優の桐谷美玲さんです。高杉真宙さんと桐谷美玲さんが噂になったのは、仲の良さそうなツーショット画像が SNS でよく投稿されていた、ドラマなどで多数共演していたことがきっかけのようです。また桐谷美玲さんは高杉真宙さんと共演した際、あと5歳若かったらとコメント。高杉真宙さんに桐谷美玲さんが好意的な発言をしたことから交際疑惑が浮上したようです。 SNS や CM で親密そうに見えた高杉真宙さんと桐谷美玲さんですが、その後デートを目撃されることもなく、交際していた可能性は低いのではと言われているようです。あと2018年に桐谷美玲さんは俳優の三浦翔平さんと結婚し、高杉真宙さんはお祝いのメッセージを送っています。高杉真宙さんの歴代彼女3人目は女優の土屋太鳳さんです。高杉真宙さんと土屋太鳳さんが噂になったのは、ドラマや映画での共演がきっかけでした。2017年3月映画ピート KJ、 2017年11月映画トリガールなど共演しており、撮影中や公開イベントなどで親密そうな関係に見えたことから熱愛疑惑が浮上したようです。特に映画トリガールで土屋太鳳さんは高杉真宙さんの役柄に一目惚れする役を好演。プライベートでは同映画の共演者間宮祥太朗さんと共にプライベートでユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに行くほど仲が良かったようですよ。数々の共演から熱愛疑惑が浮上した高杉真宙さんと土屋太鳳さんでしたが、その後熱愛報道をされることはなく、仲の良い共演者泊まりなのではと言われているようです。高杉真宙さんの歴代彼女4人目は女優の黒島結菜さんです。高杉真宙さんと黒島結菜さんが噂になったのは、2018年公開映画プリンシパルでの共演がきっかけでした。胸キュンシーンが続出する作品での共演だったため、高杉真宙さんと黒島結菜さんは本当に交際しているのではとの疑惑が浮上したようです。とても親密そうに見えた高杉真宙さんと黒島結菜さんでしたが、その後熱愛が報じられることはなく、単なる仲が良い共演者だったようです。高杉真宙さんの歴代彼女5人目は女優の浜辺美波さんです。高杉真宙さんと浜辺美波さんが噂になったのは、ドラマ&映画かけけぐるいでの共演がきっかけでした。撮影中が公開イベントでとても仲が良さそうに見えたことから交際疑惑が浮上したようです。とっても仲が良さそうに見える高杉真宙さんと浜辺美波さん、しかしその後熱愛が報じられることはなく、高杉真宙さんと浜辺美波さんが交際していた可能性は低いのではと言われています。高杉真宙さんの歴代彼女6人目は女優の岩井由紀乃さんです。高杉真宙さんと岩井由紀乃さんが噂になったのは、2020年公開映画前田建設ファンタジー営業部での共演がきっかけでした。撮影中や公開イベントなどで親密そうに見えたことから熱愛疑惑が浮上したようです。とても仲が良さそうに見えた高杉真宙さんと岩井由紀乃さんでしたが、その後デートを目撃されることもなく、単なる仲が良い共演者だったようです。高杉真宙さんの歴代彼女7人目は池田エライザさんです。
高杉真宙さんと池田エライザさんは2017年映画リライフ、2017年映画トリガール×毛狂いシリーズで共演しています。池田エライザさんは2022年1月27日放送のぐるナイに出演した際、高杉真宙さんとはもう何年かメールしててとコメント。高杉真宙さんと池田エライザさんはプライベートでやり取りするほど仲が良いのと話題になりました。実は高杉真宙さんも池田エライザさんも漫画が大好きなんだとか。池田エライザさんは漫画の話以外のメールはしたことがないと発言しています。高杉真宙さんと池田エライザさんは熱愛関係ではなく趣味ともに近い関係なのかもしれません。高杉真宙さんの歴代彼女7人目は関水渚さんです。高杉真宙さんと関水渚さんは2022年映画いつかいつもいつまでもで共演しています。高杉真宙さんと関水渚さんは映画いつかいつもいつまでもって恋人役を熱演。とてもお似合いに見えたことから本当に付き合ってたりするのと熱愛疑惑が浮上しました。とても親密そうに見えた高杉真宙さんと関水渚さんでしたが、その後熱愛報道はされていません。熱愛疑惑は交際していたらいいのにというファンの思いが一人歩きしてしまった結果なのではと言われています。高杉真宙さんの好きな女性のタイプをご紹介します。高杉真宙さんの好きなタイプは年齢関係なく尊敬し合える人、よく笑う子、赤いリップを塗っている人なんだそうですよ。好きな女性の仕草は髪を普段結んでないのに結んだりする仕草とのことです。高杉真宙さんは好きな人ができたら積極的に好きという感情を伝えたいとコメントしています。また理想のプロポーズは格好をつけてストレートに伝えたいんだそう。理想のプロポーズはあります。普段は格好をつけることがすごく苦手なんですけれど、プロポーズの時だけは格好をつけてストレートな言葉で伝えたいんですと語っています。そんな高杉真宙さんですが、2021年に NHK の朝ドラを急遽降板したとして話題になりました。高杉真宙さんは清原果耶さんが主演を演じた2021年前期の朝ドラ「おかえりモネ」に主要キャストと出演することが決定していました。この突然の降板に担当ディレクターは愕然とします。何でも体調やスキャンダル以外での朝ドラの降板は史上初だったそうです。降板理由はアイドル役者のような立ち位置になりたくないとのこと。 NHK の朝ドラを降板するほど強い思いだったようです。しかしこの高杉さんの降板はわがままと捉えられ、民放各局も当分の間はオファーを出しづらくなるだろうとささやかれていました。ですが噂とは裏腹に高杉真宙さんの仕事量は以前よりも増える結果となりました。しかもなんと驚くべきことに再び NHK の朝ドラに抜擢されています。大きな降板騒動があっても再び起用されるということは、それほど役者として高杉真宙さんが必要とされていることがわかりますね。今回は高杉真宙さんの歴代彼女まとめとして2023年現在の彼女がいるかどうかも調査しました。高杉真宙さんは噂にはなるものの、実際に交際している歴代彼女はいないということが判明しました。何でも高杉さんはかなりの人見知りのようで、共演者にアタックするようなことはないのだと言います。これまで一度も熱愛報道が出たことはありませんでした。高杉さんはまだ26歳とお若いので、結婚願望への焦りなども今のところはないのかもしれません。今後も高杉真宙さんの活躍を応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。